突然ですが、皆さんは6月がプライドマンスと言われているのをご存知でしょうか。プライド、そう、俺にはプライドがあるのプライドです。日本語で言うと誇りですね。では一体誰のプライドについて言ってるんでしょうか。それは LGBT と呼ばれるセクシャルマイノリティの人たちのプライドです。そしてその権利を尊重し啓発していこうっていうのがこのプライドマンスです。さきよ、イッショボーヒカリ。どうもヒカリです。ということで、ただいま絶賛プライドマンス中なんですけど、その最後を締めくくる一大イベントのプライドパレードが今日行われるということで、ダウンタウンまで遊びに来ました。それと同時にストリートフェアも行われているので、まずはそっちを見ていこうと思います。トロントではここチャーチストリートとウェルズリーストリートの交差点を中心に俗に言うゲイタウンが広がっていて、通称ザ・ビレッジとして知られています。最近では皆さんも LGBT って言葉をよく聞くようになったと思うんですけど、じゃあそもそもこの LGBT が何の略か皆さんご存知でしょうか。これはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字を取ってできた言葉です。最近では LGBTQ2 プラスみたいにどんどん細分化されていってます。お、あそこで旗配ってんじゃん、ちょっともらいに行こう。 Thank you。 わーい、旗もらった。そして LGBT の象徴として使われるのが、今まさにもらったこのレインボーフラッグです。これは虹の中には様々な色があって、しかも世界中どこでも見ることができるように、世界中には多様な人々がいるんだよってことを示しています。このレインボーフラッグは1978年6月25日にサンフランシスコで開かれたゲイパレードで初めて登場しました。だからもうすでに40年以上の歴史があるんですね。まあただこの40年でどれだけ状況は進歩したんでしょうか。ちなみに我々夫婦は2人ともストレートです。ドストレート。ただそれでもいくつか今日はレインボーアイテムを身につけてきました。まずはちょっと前に買ったこのブルージェイズのレインボーカラーのキャップでしょ。それから横にサヨからもらったピンズをつけてきました。あと何年か前のプライドでもらったラバーリングをつけてきました。お、ステッカー配ってるからもらおうかな。アートのステッカーもらいました。ボン。レインボーを身につけることは自身が LGBT であることを表明するだけじゃなくて、ストレートの人もコミュニティを理解しサポートしていることを表します。僕自身はストレートですが、少しでも多くの人にこの LGBT について知ってもらって、みんなが暮らしやすい世界づくりに貢献できたらなと思ってこの動画を作ることにしました。ではちょっとさらに掘り下げて、なぜ6月がプライドマンスなんでしょうか。それは1969年にニューヨークのゲイバーで起きたストーンウォール事件がきっかけになってます。当時は LGBT に対して世間の風当たりがとても強かったんですけど、そんな中警察がストーンウォールインというゲイバーの摘発に動いたんです。ただそこで初めて LGBT の人たちが警察に抗議をして、結果的には暴動にまで発展したそうです。その事件が6月に起きたことから6月がプライドマンスになりました。ちなみに僕個人の LGBT との出会いも実はニューヨークのゲイバーが初めてでした。あ、ちょっと休憩できるからここ座ろうかな。大学生の時に一人でニューヨークに旅行行ったんですけど、その時日本人が経営する宿に泊まったんですよ。でそこで何人か日本人の友達ができて、ある晩みんなでちょっとどっか遊び行こうってなって、そこでゲイバーが候補に上がりました。でなんか面白そうっていうことで興味本位でみんなで行くことになりました。でまあしばらく遊んでから、ボックス席でちょっと休憩をしてたら、見た目上は男の人2人、女の人1人の3人組のグループが相席してきたんですね。でそこで、あなたたちもホモなの?っていうふうに聞かれて、こっちのグループのメンバー全員がちょっと沈黙しちゃって、そうしたら一気に場の空気が悪くなっちゃったんですよ。でその時、なんか申し訳ないことしたなと思って、すごく反省したんですよね。
でもそこから LGBT っていうものを意識するようになった気がします。こうしてカナダで生活をしていると、日本とカナダでそれぞれ進んでるなって思うところもあれば、遅れてるなって思うところもあったりします。ただ、こと LGBT に関しては、日本はすごく遅れてるなって感じます。語弊を恐れずに言うと、特に日本のメディアでの扱い方が良くない気がするんだよね。日本で LGBT としてメディアに映ってる人たちって、どこかお笑いとかいじり要因みたいな感じで扱われてる人が多くないですか？そういうのも日本で LGBT をオープンにしづらくしている要因の一つな気がするんですよね。現に日本の皆さんは周りに LGBT の知り合いとかお友達はいますか？こっちでは学校とか職場、お店なんかにもたくさんの LGBT の人がいて、それが当たり前に感じるんですよね。それって LGBT の人口が多いっていうことじゃなくて、オープンにしやすい環境ができているっていうことなんだと思います。その最たる例が同性婚だと思います。カナダではここトロントがあるオンタリオ州とブリティッシュコロンビア州で2003年に同性婚が法的に認められました。その後2005年にはカナダ全土で同性婚が認められました。同性婚を合法化した国としては世界で4番目らしいです。一方の日本では未だに同性婚が認められてないじゃないですか。なんか同じ時代を生きてるのに、人としての権利が国によって変わってくるっていうのはなんかすごく寂しいなって思います。お、このブースはまさか。お、やっぱり自分で絵を描いてそれをバッチにしてくれるとこですね。よし、俺もやってみよう。じゃあ作ってきました。ハッピーインザシックスって書いてあります。このザシックスっていうのはトロントのあだ名の一つです。お酒のサンプルももらっちゃいました。マンゴー味選んでみました。ハッピープランス。あー、みんなお姉さんと写真撮ってる。俺も並ぼうかな。I'm Uma God and have a God blessed pride. Happy pride. いろいろグッズもらってたら無双してきちゃった。しかもアルコールのサンプルも結構あって、今ちょっと酔ってます。ちなみに僕って女の子の友達がめちゃくちゃいるんですよ。そんなこともあってか、大学生以来すべてのライフステージで光ってゲイなの？って聞かれることがありました。ゲイかと誤解されることは別に不快だとは思わないし、中には真剣に僕が悩んでるんじゃないかと思って聞いてくれる人もいたとは思うんです。ただからかうように聞いてくる人もいて、その時は誤解されて嫌だっていうよりは、そんな理解ない発言をする人がいるんだっていうことをすごく残念に思いました。それで言うとさ、もう一個あってさ、以前日本で仕事してた時に上司から男ならもっと根性を見せろって言われたことがあるんですけど、その時もイラッとしました。むしろ上司なら配慮を見せろってね。いかんいかん、俺の内なるダーク光が出てきそうになってた。つかやべえ、ストリートフェアで楽しみすぎてたらパレード始まってた。すごかった。今日はダウンタウンで開催されているプライドパレードを見に来てみました。みんながすごくキラキラしてて、こちらまで幸せな気分にしてもらいました。一方で日本ではまだまだ LGBT への理解が深まってないなと感じるので、一日でも早く理解が広まってくれたらいいなと思います。でも究極的には LGBT って言葉がなくなるくらい、みんなが平等に人生を謳歌できる時代が来たらいいなと思います。それではまたお会いしましょう。 You have a good one. Happy PridePeace out. これはレズビアン、ゲイ、トランスジェンダー、LGBT